ヒュンダイアクセント、アクセント、アクセントは、韓国の現代自動車が生産するサブコンパクトカーで、I-20 とエラントラの中間に位置するモデルである。韓国においては、自動車教習所の第二次普通免許の教習者として利用されている。本車両は、基本的には、世界的にアクセントの名称で販売されているが、以下の地域では各、 モデルごとに違う名称が与えられている。また、メキシコでは2006年から2014年までは、クライスラーでメキシコ、現、不可メキシコにダッジアティテュードとして、OEM 供給されていた。韓国語版の記事によると、アクセントの名称は、協調の意味に加え、アドバンストコンパクトカーブエピコメイキングニュー、テクノロジーのバクロニムでもあるとのことである。 1994年、エクセルの後継車種として登場。いくつかの地域ではエクセル、またはポニーの名称で販売された。韓国国内では、ボディタイプによって名称が違い、4ドアセダンはアクセント、5ドアハッチバックはユーロアクセント、3ドアハッチバックはプロアクセントという名称で販売されていた。エンジンは1.3リッターサイチェシー12バルブ。 1.5リッター DOHC16 バルブ、1.6リッター DOHC16 バルブのアルファエンジンであった。中国では、三家のキア自動車の現地合弁である東風与立ち、キアギ社にて生産が行われ、千里はキアンリーマの名称で、キア社として2003年から2006年まで販売が行われていた。1999年登場。この代から韓国では、 ベルナに社名が変更された。ボディ形状は3ドアハッチバック、ベルナスポーツ、4ドアセダン、5ドアハッチバック、ベルナセンス。エンジンは1.5リッターサイチェ C12 バルブ、1.5リッター DOHC16 バルブ、1.6リッター DOHC16 バルブのアルファエンジンであった。3ドアハッチバックは世界ラリー選手権 WRC に 最高峰クラスの WR カーで参戦した。ラリー社の開発、チーム運営を担当した、イギリスのモータースポーツディベロップメントは、ベテランドライバーでマシンを熟成させ、速さだけはある、若手ドライバーを使って、勝負に出る、という定番の組み合わせで WRC に臨むものの、慢性的な資金難もあり2002年以外の成績は、ふるわなった。 短期間で結果を出せないチームに対してヒュンダイは、資金を極端に絞ったため、休排気系に小変更を加える程度の開発しか行えなくなりただ出場するだけの状態が続いたが、2003年、途中で活動不能となり撤退している。なお当時のルールで、WR カーは、前線出場義務があり、欠場一戦につき罰金25万 US ドル。ヒュンダイは、 WRC 参戦の際にこのことも明記された FIA の書面にサインしている。活動資金の付きた MSD は2003年の終盤4戦を欠場したため2004年 FIA はヒュンダイに対しモータースポーツ史上最高となる100万 US ドルの罰金を課した。なお、この件に関しヒュンダイと MSD は2006年現在も法廷闘争を繰り広げている。 数々の過激な実験や毒舌で人気を博している、イギリス BBC テレビジョンの自動車情報番組、トップギアで、韓国車の特集が組まれた時にこの車も、紹介されたが、他の韓国車同様かなりひどい扱いを受けている。1.5リッターでディーゼルなのに3気筒しかないことや、静止状態から時速100キロメートルに加速するまで19秒もかかったことなどから、 司会のジェレミー・クラークソンとジェームズ・メイにヒュンダイのアクシデント事故などと皮肉られている。インドでは長く製造、販売が行われていたが、2013年5月に製造を終了した。ボディタイプはセダンと遅れて追加されたサンドアハッチバックの2タイプ。セダンは2005年4月のニューヨーク国際自動車ショーで世界初公開され、9月より韓国国内で 新型ベルナとして発売された。北米でも2005年の暮れに発売されている。一方、サンドアハッチバックは、コンセプトモデルのアクセント SR が2005年9月のフランクフルトモーターショーで、市販モデルが同年11月にラスベガスで開催されたセマ・スペシャライタイグウィップメントマーケティングアソシエーションショーで、それぞれデビューし、翌2006年4月より、 韓国国内で発売が開始された。北米でも同年春の発売を予定しており、ベーシックグレードの価格は1万ドル台に設定される見込みである。また2005年11月には中国で開催された広州国際モーターショーでハイブリッド仕様が出展された。2009年6月、韓国仕様がフェイスリフトを受け、そなた同様トランスフォームのサブネームが付加された。 2010年4月の北京モーターショーで、新型ベルナセラン、RC 型、中国名、隋治ムが発表された。ヒュンダイのテイヨシノブ、チョン・ビソン副会長は、中国市場の重要性の認識から、ワールドプレミアを中国で行うことにしたと説明をしている。外観は、フルイディックスカルプチャー、フライディックスカルプチは、流体の彫刻と呼ばれるデザイン言語に基づき、 ユーフ型そなたの弟分のようなスタイリングとなった。エンジンは2種類のガンマエンジン、1.4リットルと1.6リットルを用意し、1.4リットルには 5MT、または 4AT、1.6リットルには 4AT が組み合わせられる。プラットフォームは新規に開発され、ホイールベースはクラス最大級の 2570mm となる。 2010年8月には中国仕様とは異なるフロントマスクが与えられたモデル RB 型がモスクワ国際モーターショーにコンセプト RB として出展され、翌9月には RB の市販モデルがソラリス、ソラースの社名で発表された。ソラリスはロシア市場戦略車種に位置付けられ、生産はサンクトペテルブルク工場にて行われる。 2010年11月2日、RB の韓国仕様が発表され、同国内で11年ぶりにアクセントの社名が復活した。ヒュンダイでは全世界で年50万台、内韓国内で年2万台の販売を見込んでいる。エンジンは2種類のガンマエンジン、1.4リットル VVT と1.6リットルグギが用意される。2010年12月、 広州国際モーターショーにて中国向けベルナの5ドアハッチバックが発表された。2011年1月にはモントリオールオートショーでアクセントの4ドアセダン及び5ドアハッチバックがカナダデビューを果たした。同年3月2日には韓国市場でハッチバックがウィット・ウィットのサブネームで発表された。エンジンは1.6リットルグリに加えて1.6リットルディーゼルエンジンも 搭載、同時に4ドアにも追加された。2012年3月30日、ロシアでカーオブザイヤー2012を受賞した新車及び小型車のカテゴリー。2017年5月にアメリカ道路安全保険協会が発表した報告書によると運転中のドライバーが死亡する事故が発生している。モデルはサブコンパクトカーに分類されるものが多いという結果で、 そのデータの中では、アクセントの場合2012年から2015年の登録台数100万台あたりのドライバー死亡事故、件数は104件であったとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。